はい、こんにちは、ニニニットです。今日は、機械編みの基礎、6回目で、まずは普段のお手入れをした上で、ゲージを取るためのゲージスワッチって言われるものですね、それを編んでみたいと思います。はい、まずさっとお手入れします。ざっと編み機のほこりを掃除機で吸いました。これはプシューッと吹きかけるエアクリーナーありますね。あれでもいいですけど、まあ掃除機がいいと思います。それから、はい、これですね、 WD40、サビ予防と滑りを良くする、潤滑剤です。で、少し私は嫌いな匂いではないんですけど、香りがあります。窓を開けてやってください。別に害はないみたいですけど。で、このキャリッジの裏にもシュシュッとほんの少し吹きかけます。そしてよいしょ、これは特に針ですね、針のベラの動きを滑らかにしてくれます。で、これ全部ベラオープナーで全部ベラを閉じます。はい、全部閉じます。それでこれベラが引っかからないようにですね、ざっと余分なものを拭いてあげながらなじませます。はい、こんな感じで、ついでにこれクリーナーの働きもするので、ベッドの上ですとか、こんな汚れてますね、ベッドの上ですとか、こういうキャリッジのレール、こういうとこ全部きれいに拭いといてあげようと思います。はい、こんなに汚れてます。はい、これをだいたいゲージ取るためにゲージのものをゲージ取るためのものを編む時って、だいたい大きい作品が終わってとか、編み機を出してとかっていうタイミングなので、この辺りでやるといいと思います。はい、それからあとはオイルですね。私はまあこの水筆で使いますけど、編み機についてるオイル入れで、でもこの辺り、それから針の頭、こういうところで、ここ針の頭の手前、こういうとこです。それからキャリッジの
キャリッジの裏の部分、これはもうとても単純な作りなのであれですけど、こうやって油をよく塗ってあげます。はい、こうしておいて、でお手入れブラシ、私はこれドイツ製のこういうのを使いますけど、これでほこりを、残ったほこりを取りながら油を全体に行き渡らせます。はい、ですね。はい、それでを出しては何回か行ったり来たり、これを何度か繰り返し、ものすごく滑りが良くなりました。はい、ではこれでもっと何回もやってあげてくださいね。はい、これで、ではゲージを取るためのゲージスワッチって英語で言いますけど、日本語で何て言うんでしょう、ちょっと分かりません。ここから始めていきます。今テンション棒にゲージを取りたい糸と、それからコントラストのある糸と2本かけてあります。はい、でゲージを取るためのアーム、目数と段数なんですけれども、4.5 ミリの細編み機は40目60段の部分の範囲でゲージを取ります。それから、9ミリの太編み機が20目30段です。でこれは、6.5 ミリのミッドゲージマシン、中間の編み機になりますので、これが30目の40段です。でこれ画面に、4.5 ミリ、6.5 ミリ、9ミリ全部載せておきますので参考にしてください。でさ、これは6.5 ですから、30目40段の部分を測れるようにするので、50目作り目をします。50目です。50目の中の30目、だから本当に編み地の中間部分をでゲージ取りましょうっていうことですね。編み機は手編みよりもかなりゲージをきちんと取らないといろいろ狂いが生じてきます。でまず10段ぐらい、まず編むんですけれども、本編みの糸で編むんですが、これはもう太め置きで編み出して編み出し板をつけてっていう一番簡単な編み出しでやります。
全全ての針出して、でここのあの編み出しの部分で、テンションとそれから編み目ダイヤルを調整してしながら様子を見ながら編んでいきます。ちょっとこれはきついかなとかね、考えながら。ちょっとこれ今テンション棒を6にしてたんですけど、少し4ぐらいにします。ちょっときついようです。それから編み目ダイヤル4だったんですけど、もうちょっと大きくしようかな、5ぐらいにします。いいですね。もうちょっと。やっぱり最初の4と5の間ぐらいかな、4かな、やっぱりこうやって編み目を決めていって、であこのぐらいだなと分かったらですね、これあのアメリカの編み機の YouTuber さんで、私の先生の一人のテキサス州のダイアナさんっていう方がいらっしゃるんですが、この方がなさってたんで、いつもそうすることにしてるんですけれども、これ、編み目ダイヤル4ですね。だからここに、ここに、こうやって、1、2、3、4と、これ編み目ダイヤル4で編んだよっていう感じで、4つ編み目ダイヤルの数ほどあの掛け目を作っておきます。こうですね、こんな感じです。はい、でこのぐらいちょうどいい編み目ダイヤルが決まってこう編んできたら、次はここで一旦あの本編みの糸を外して、コントラストになる色で2段編みます。2段編みます、はい、編みます。それでこの糸はカットして、はい、で本編みの糸を切り口に戻します。でここから40段ですね。でまず20段編みます。スッキー入れなかった。
20段きました。そうしましたら、それぞれこれ0から25目ずつ取って50段なんですけども、16番目、左右16番目の針に目印の糸を挟みます。こうやって、これですね、これをこうして編み込んでしまいます。これ丁寧な人はもっと、20段編んだということは40段が全体ですから、これ半分、段数の半分になるんですけど、もっとこう細かく入れる人もいます。はい、でここからまた20段、はい、でこれでゲージを取る部分は編み終わりました。でここでまた、よいしょ、コントラストのある糸で2段、これでまた本編みの糸をキャリッジに入れて、それで10段ぐらい編みます。ちょっと、はい、このぐらいでいいかな。結局ですね、編み機は編み始めの部分の目が崩れやすかったり、両端が崩れやすかったりするんですね。これなんかもこんな風になっちゃってますけど、だから綺麗に編めてる中央真ん中の部分できちんとゲージを測りたいということですね。でこういう編み方をします。でこれ閉じちゃってもいいんですけど、閉じてこうやって置いとくと大体同じぐらいの糸で、同じぐらいの太さの糸で0時このぐらいで編めるっていうんで参考になるんですけれども、閉じずに外しちゃいます。はい、こういう感じです。こういう感じに編めます。こうですね。でここが先ほど印を入れたところです。ですからこの色糸を入れたこの上の部分から最後の目、ここまでが6.5 ミリの場合は40段ですよね。40段あるっていうことになって、でこの目印を入れたこの隣の目からこの中側、これが測る30目あるということになります。でこれは一番いいのは一回さっと洗って乾かしてアイロン当てて、軽くアイロン当ててっていう感じが一番正確なゲージが取れるんだと思うんですけれども、少しこうやって置いといて、編むものによると思います。
こんな感じで、まあ、一番いいのは優しく洗、ぬるま湯で優しく洗って、タオルの上ででも寝かせて乾かして、で軽くスチームアイロンかけた状態で測るのが一番正確なゲージが取れるということになりますね。はい。で先ほど言ったようにこうやってこれ、まあ、これ網目ダイヤル4で編んだよということで4つ穴を開けてあります。はい、これがゲージスワッチって言われるものですね。でこれでまあ適切な処理をしたと考えてこの目印から目印の中側が何センチあるか測って、ニットリーダーとかに、ブラザーのニットリーダーとかシルバーのニットレーダーを使う場合はそれ専用のこうそれぞれ4.5ミリ、6.5ミリ、9ミリに対応したスケールがあると思うんですけども、まあ、自分でゲージを取ってっていう場合はこの間これだったら30目が何センチあるか、それからここからここ40段が何センチあるか、これをこうところどころね測って 2,3 箇所測って、で私の場合は棒針編みでの製図とかで慣れてるんで、これを測って10センチの中に何目何段っていうのに換算してやってます。はい、こんな感じでこれがゲージの取り方です。4.5 ミリ細編み機が40目60段ということは、40目両サイドに10目ずつぐらい余分に編むので40目だったら60目編むことになりますね。でこの 6.5 ミリが30目40段で、9ミリの太編み機が20目30段です。でこうやって間に2段入れてさらに10から15段ぐらい両下最初の編み出しと終わりのところと編んでこの中を測るという形です。はい、これがゲージを取るための試し編みの仕方です。はい、以上です。